森本夏美。うわー、地球ラブルだ。はー、はということで、私ですね、先にもうあの欲しかったスニーカー買っちゃったんで、あの意地でもこのラッシュあのぶち込んで勝ちたいと思います。よし、もうやるしかないぞ、やるしかない。この30回転に命をかけます。7で当たったんだから。やっぱね、天下一戦の歌ですよ。大体のスーパーマンの歌か天下一戦の歌でラッシュ回すんですけど、ちょっとここぞという時は天下一戦でやりましょう。やばい、やばいぞ何にも起きないじゃん。位置かかってないよ、位置かかってないよ。 53%、 おい、7で当たろうがね、先にスニーカー買おうがね、当たらんもん当たらんのですよ。当たれ、うん、大方の人の予想通りなのではないでしょうか。残保留あるから、私には残保留がある。頼む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 。あー、本当無慈悲ですね。まあこんなもんかな、こんなもんなのか、本当に本当にね、何のドラマも生まれないことありますよ。マジか。ただ収録中に買い物しただけの、どっち、あの不真面目なやつになっちゃいました。一回ラッキーパッドボードオフにしてみますね。プレミアップモードと先ローリングにしようかな。ラッシュに入らない上に当たりません。ここ過去2回とも結構ハマってますね。であと100回転ぐらいでニュータイム入るので、とりあえずは当たります。入るかは別として当たってくれるんで、まあ、投資が抑えられるかなっていう感じですね。で多分その時点で総投資2万円いきますね。あれ、あ、風吹いた。あれ安いかな、先読みで引くもんなのか。とりあえずでもあのローリングプラス保留変化切ってますね。あれ投資1万5000円で、いや抑えられるのか、入らなきゃ意味ないけど今1万5000円です、総投資。おかしいな、数時間前まで投資1000円だったんだけどな。2時間ぐらい前までですね、1000円だったのに。まあピンクでもね 50% 前後ありますし、ローリングありますし、大丈夫だと思います。風吹いたのが気のせいじゃなければ。お、あ、キック、あ、もうこれもらいましたね。もう大丈夫だと思います。ただこう、なんでしょう、複雑なんですよね怖いんです。当たったら当たったで怖いんです。またスルーしたらどうしようっていうなんか立ち直れない気がして、まあ、人によってはね、いやいや何が 8連単だよって思う方いるかもしれないんですけどね、やっぱりちょっとへこみますよね、これで8連単食らったら。本当にお願いします、本当にお願いします。もうアマゾンの、あのいらないんで、アマゾンのいらないんでお願いだから当たってください。本当にいらないって、レオコちゃんはいるからな、それはそれでどうかなと思うけど、レオコちゃん欲しいと思うあれですけど、もう本当にお願いします、入ってください。もう本当にやめて、私が何をしたっていうんだよ私が何をしたというんだ。いかないもんね、ひどいね今のね8連単でございます。
こうなったらもう10連単目指したくなりますね、逆に。あ、7連単まだ、あれまだ、あ、すいません皆さん、私7連単でした、まだ7連単でした、あります、8連単と言いましたけど、7連単この台全然あります。そんなに額負けてないんですけどね。今また追加投資してますけど、まあ、多分2万ぐらいいくと思うんですけど、気分的になんか6万ぐらい負けてる気分で6万ぐらい負けてる気分なんですけど、こういう日もあるか。あ、点滅保留が入りました。これは当てましょう。しかもなんかバカゾーン入りそうだ。お、高い上皿が、これ間に合うかな、ちょっと微妙なんだよな上皿。あとね何玉かあるんだけど、さあ出だしいいですよ、バカゾーン。あー、タイマー入ってる、これは大丈夫でしょう。うわー、1級ダブルだ、やったー。あ、しかも金ピカトバ背景いただきました。1級熱い、熱いというかもろたね、ラッシュもろたね、外れないよね、外れるなよ。1級ダブル外したくない、出てほしいんじゃない。種目変化で相性のいい種目ですかね。ほい、うわー、金来た。でもこれって白熱ですよね、きっと。ここ白熱でした。さすがに点滅保留白熱は大丈夫だと思います。さあ追加投資1500円なのでトータル8000投資、この1級ダブルがねかなり助かっております。タコとカニですね。あー、金ピカ金ピカ。さあ問題は上皿にあるほんのちょっとの玉で間に合うのだろうか。一応入れとくか、なんか V ね逃したらね良くないのでね。何発あんのかな、やばい、3発か。ちょっと玉貸し出しときます。ちょっと3発は不安だ。どっちで当たっても鬼ラッシュ。よし、今日初当たりは全部鬼ラッシュだ。外れたらどうしよう。そんなわけないね、そんなわけはない。ありがとうございます。今追加でワンプッシュしたのでトータル8500円投資になります。よし、さっき買った靴代を回収せねば。ここでボンボン、これでいいんだ。よし、いや、じゃあマルチ行くか。マルチ普段全然こっちで回さないんですけど、ちょっと味変というか鬼バトルでねうまいことやれてないので今日マルチで行きましょう。お、入賞フラッシュ熱い。これは決めたいやつだけど、これ大丈夫でしょう。あんまり右手入賞フラッシュなんて出なくない。じゃないか、これ7点パイじゃないの。いや、わかんない、まだわかんない。6をしてんのか、なんで6やねんこれちょっと33%引いててほしいな。もう当たることはもう当たるとして、熱い、まあ、すでに熱いけど、熱いというか6か。ボン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 、頑張れ頑張れ。6ですね。7点来るかなと思ってたけど、7点来て当たったら上に上がるので。いや、でもこれあるんじゃない、ないかな。タイプライターどうなんだろう。まあんま関係ないか、ただのパロディーですもんね。33%引けない、33%引けないですか、ダメかな。
まあ、もう一回ちょっと連させなきゃですね。マルチで行こう。マルチの方が演技がいいぞ。もう一発引ける気がするな。 53% をもう一発で次で上げよう。ちょっと今日 33% も手こずってるけど、いやマジでやっぱ2連以上させらんないな。なんかだよなって感じの展開ですね。また2連、3連はできない。ダメダメだ、引き戻せないということで、またしても2連1280玉獲得して終わりです。めちゃめちゃアマデジのグラフなんだけど、なんかそうじゃないんだけどな。でもまあ粘って粘って一撃取るまで頑張って粘らないといけない台ではあるけど、マジか、ずっとこうもうなんかコピペみたいな展開ですね。最後ボタンがデフォでも当たる、大丈夫、赤なら大丈夫。もう以上4個目さ、鬼ヶ島、よし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 、これがラストチャンスかもしれない。早いって、もう案の定だもんな。いや本当本当どうしたみたいな、いつも通りすぎる。当たってます、大先生、いけるでしょう。いきます、ありがとうございます。とりあえずチャンスを得ました、ラッシュへのチャンスを。お願いします。あ、今いましたね。おー、持ち玉で当たってくれました緑にすらならない、何も起きないけど、すごくない、逆に9連単しようと思ってもなかなか逆に難しくないですか。9連単ですよ。ちょっと10連単いったらなんかもらえるとかないですかね。モチベーション上げたいです、逆に。なんかあんま、あの商品券1枚分もらえませんか、10連単したら。でも結構逆にすごいと思いますよ。いやちょっと実はですね、今もういつもならちょうど実戦終了の時間なんですけど、まああの見ていただいての通りこの低たらくなので、ちょっとねもう一発当てて、当てるまでちょっと意地出したいと思います。ちょっとねさすがにねこのままじゃね引き下がれないですよね。なんだろう、なんかその終始で言うと、まあマイナスはマイナスですけど、そんな大したねマイナスではないんですよ。なんですけどここまでねこのスペックにねコケにされてねまあちょっと黙っちゃいられないっていうのと、あと本当にこの台いい台なんだっていう、ダッシュ入った時のその跳ね方すごいんだっていうところをね、ちょっとやっぱまだ神鬼ラッシュまで入れてないので、ちょっとねそれをなんとかやっぱちょっと伝えたいっていう気持ちもありますし、もう意地ですよねこうなるとね。まあ、今回ですね130分の1の、スペックの台を2人で実践してるんですけれども、あのね最高ですよ130分の1の台は。あのちょっとまあ宣伝になりますけど、ちょっとね別のところで130分の1の台についてのまあコラムとかもね書かせていただいたことあるんですけど、あのね今すごい旬だと思います。まあ、ちょっとねユニコーンは99分の1ですけど、その当たりやすくて入り口狭いみたいな台がちょっと今流行ってまして、まあ、今回実践してるレールガンとかバカボンの甘神とかいろいろとねあるんですけれども、いろいろとね出てて、まあ、流行りの一環ではあるんですよ。で私はちょっとこれ流行ってるのはすごい納得というか、私も最近319の台打つよりはこの130分の1の台を打ってることが多くて、っていうのもそのやっぱりね、なんだろう、初当たりを引きたいっていう気持ちももちろんあるんですけど、その通常時に
その319の演出のバランスが何も起こらないバランスになってるっていうのがやっぱり一番でかいんじゃないかなと思ってて、まあ、その分激アツ外れとかこうわーって煽るだけ煽って外れみたいなことは、まあ、減ってはいるんですけど、その分やっぱ当たる時しか何も起こらないっていうバランスになってて、その通常時何もすることがないと見るものがないので、そのスマホとかをね見ながら、まあ、もう動画とか見ながら打ったりするわけですよ。それがこの130分の1の台だとやっぱ130分の1で当たってくれるので、それがないっていうね、なんかこうパチンコに集中して当たったりざわざわしたり楽しめるのがやっぱね、これが一番130分の1の台のいいとこじゃないかなと思ってます。で、まあ、あえてデメリット言うとしたら、そうですね、そのまあなんだろう、動画の再生回数が伸びづらいんじゃないかなっていうのがやっぱこうドラマがね地味じゃないですか。なんかこうドカーンともバコーンともね、なかなかでバコーンといった時の感じもなんかこうジメってした感じっていうんですか、5万の人ですみたいなことはないので、なんかその辺のちょっとまあ伝説的なことが生まれづらいかなっていうのと、まあでもそれぐらいかな。あとまあ7万発はさすがに無理みたいな、5万発はねでもねギリギリいけるかなと思うんですよ。うん、で1万発2万発はもう余裕で出るので、正直そんなミドル打ってても5万発なんて年に1回ぐらいのことだから、うん、いいんですよ本当に。1万発2万発で十分なので、正直そんなにこの130分の1の台のデメリットはねないかなと思ってます。はい、以上でございます。あ、点滅入ったぞ、点滅入った、これはこれやらねばだ。今もうすでにね延長戦に入ってるんですよ。この130分の1のスペックで2人して手こずって、なんとか最後ちょっとやっぱ一矢報いてやろうということで延長戦に入ってるんですけれども、やっとこさ点滅入って、青保留ちょうど132回転目か、ちょうどってわけじゃないですね、全然ちょうどじゃないけど、待てよ、ここに来て先読み外しいらないぞ、特報よし、近い予告入りました、大丈夫だろう、大丈夫でしょう。これがね残保留でこれ出てくればね最高なんですけどね。よし、はい、あれがやらなきゃだよ、そうだよ、いけいけいけ、ラストチャンス、ストック4個、まあ当たりはするでしょう。このあと出すよ、このあと出すよって言っちゃった、金タイトルだ、よし、あとはもうどんなあれでもいいですっていう、マルチ当たりの心配をしてるんじゃない、私はラッシュ入るかどうかの心配をしている、 72% 引っ張ってこれるかを心配しています。赤ボタンだ、1発目2発3、はい、3発目でした、よし、トータルの投資がですね16,500円、投資の問題じゃないよ、意地の問題だよ、2連しかしてない割にはそんな年かさんでないです。さすがに赤ずがらピタ来なかったか。さあここでチャレンジ演出経由してからラウンドが始まるので一旦打ち出しをやめます。頑張れ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 、キュピピピピピピピン、よっしゃー、ラッシュ、ここだけうまい、 72% 取ってくるのだけうまい、 72% の継続のないだとしたら9連チャンしてます、すごいどうでもいい発想ですけど、ここの振り分けだけは勝ってる、頼むよ本当に。とりあえずこれでちょっとつないだので34回転か30回プラス4で44分の1を引いてきます。マルチ、いやバトルでいこう、もうね、うん、最後の当たりかもしれないので王道の方でいきたいと思います。うん、すっかり忘れてたけど私はもうスニーカーを買ってるんだ、当てなきゃいけないんだよ、頼むよ本当ね、最初の10回転マジ大事、
うわー、いいねいいね、これ入賞フラッシュだもんね。入賞フラッシュとこの青保留。よし、これでこれとりあえずいっぱい、あ、来た、ボタンバイブ、はい、ありがとうございます。本当にこの台最初の10回転大事なんで、最初の10回転と後ろの20回転の多分確率違うと思う。そんなことないけどね、一応ね。よし、起用、起用にも勝つよ。起用か青か、はい、赤知らんけどもいいですね。あ、金があるんだが、レインボーになりました。レインボーいただきました、ありがとうございます。ここの金とかあったんだ。奥義です、奥義、奥義。これでね、上上げたらかっこいいですよ。最後ギリギリ延長してこれ33パー取ってればあると思うんだな、レインボーだな。よーし、頼む、マジで頼む、これ本当にあってもいいと思う。いやー、パパありがとう。ここよ、プシュンだよ、プシュン。ダメなのか、ダメなんだろうか。ちょっと気が遠くなってきましたね。あ、特訓開始、ちょっと待ってくれ。え、ということはこれ多分ラウンド昇格演出的なことなのかな。あんまりちょっとね、この演出をここで見たことがなくて。いけいけいけ、これ桃割れりゃいいんだよねきっとね。33番引きました、ありがとうございます。やっと、もう執念よ、ここまで来れば執念。本当に延長戦なんとか上まで上げました。でこれ超特訓なので、あの次も必ず1000出ます、もう一発。そこもねミドルと一緒なので、上がるタイミングでは2000発もらえることになりますね。やっとだぜ、4時だよ。よし、やりました、やりました。あー、ここのね、なんかね、脳が溶ける謎の音好き。これこれこれ、令和ソニックかな、これね。で、ここは必ず、当たるまで継続するので、ちょっと上がる時に2000発。早い早い、あ、これだ、3、2、1で当たりますね。1、ドーン。よーし、ありがとうございます。はい、こうなったらですね、右打ち、超特訓入ればこっから先、何パーセントだっけね、 85.3% なので、ミドル版よりも継続率が上がってます。ミドルは 81%、まあ、その代わり1500発出るんですけど、甘神スペックは1000発の 85.3% ループ。ここからも連チャンさせて、なあ、冷たい先生が今おいくら使ってるかはわからないですけれども、まあ 2万発もあれば十分でしょう。1万発だとどうかな、2人分考えたらちょっとどうかなっていうところかもしれないけど、いけるかな、1万発あれば。はい、ということで、実はちょっと延長してレオコちゃんと一緒に頑張っていたんですけれども、レオコちゃんはね、延長して本当に良かったなと思うんですけど、まあ、私も逆に良かったのか分からないですけど、三島としては三島としては本当にもう皆さんに申し訳ないというか、もう9連単というちょっと集大をさらしてしまったんですけれども、もう本当に申し訳なかったと思います。ただこんだけ当ててるのになっていう、こうモヤモヤ感というかはちょっとあるんですけれども、逆になんか引きが強いのかなって思えてきました。なんなら引きが強すぎたのかなって思うしかないです。もうなので本当に申し訳ありませんでした。結果の方発表したいと思います。エンディングいきたいと思います。お疲れ様です。いや、残り40切ってた。やっぱあと1回とか意識した途端にね、危なくなりますね本当にね。何なんでしょうね。
青保留あれにかけよう。こっちじゃなくてこの鬼ヶ島の煽りじゃなくて、触れてくれ。あ、赤だな。でもよっしゃー、よーしよしよしよし、とりあえずこの辺りでサダマプラスになりました。早いな本当に。もうひっくり返すときはね、あっという間ですね。やっとちょっと甘神スペックらしい感じになってきましたね。さあ桃ランプ行ってみましょうか。せっかく解放されたんで完熟桃ランプモード。やばいな、あっという間にちょっと残り30回。何も起こらない。看板も回ってくれなくなっちゃいましたね。ここまで行っちゃうと残保留の引き戻しが多分下に落ちちゃうはず、確か。なのであんまりその旨味がない残保留、まあ旨味がないことはないけど、ないことはない。やばいやばいって、やばいって、頼むって、弱いって、弱いよ。いやー、ちょっと神鬼ラッシュ史上、まあ、最速ってことはないけど伸びなかったな。これが81回転目、これで終わりですね。はい、ちょっとだいぶ物足りないですね。 85% 継続、残保留で引き戻したとてだからな。あ、今日1回も残保留やなかったですね。はい、ということでちょっとまあ神鬼ラッシュまで持ってけたので、ちょっと今日はここで終わりにしたいと思います。最終的にちょっとねグラフとか見れば、あ、アマデジだったなって思うような結果になりましたけれども、まあなんとか最後ラッシュに入れられて何よりです。ちょっと悔しいですけど、お疲れ様でした。はい、実戦終了です。お疲れ様でした。ちょっと今日は延長してね、延長して頑張ったんですよ、ね、見せ場を作るために。そうなんですよ、私たち2人が、ね、暗くなっちゃって、暗くなって雨まで降って、うん、本当ですよ、私の心みたい。あ、どうしよう、もっと土砂降りだけど、どうしよう、先にじゃあ先に結果、はいはい、お願いいたします。言ってもいいですか、はい、私がですねバカボンの甘神スペックで、はい、いや本当なん全然上位ラッシュ入んなくて、ね、みたいでね。そうなんですよ、それで結構あのギリギリまで苦戦してたんですけど最後入れて、うん、まあ、それがまあ大して伸びはしなかったんですけど、最終的には、投資がですね16,500円の、あ、軽いね。そうなんです、ね、なんかねちょこちょこ右で引いたりしてたから、あ、まあそうか、そう、右で入らないだけで上位ね。なので、まあ、16,500円で耐えてですね、出玉が4779個、さだまがプラス654個になりました。本当に申し訳ない。なそうなんだ、あ、なんかもうちょっと待って、申し訳ない、ごめんね、言っちゃいました。なんか結果が、あ、本日マイナスです、うん、早い。そっから来る、わかるでしょ、もうなんかちょっとわかったでしょ、分かった分かった、ちょっともう察してくれるかな、だいぶちょっと苦戦していらっしゃるっていう、視聴者の皆さんも分かってることかなそうだよね。いや私だから最初まだなんかスペック説明とかしてる間に夏美さんラッシュ入れましたっていうから、そう、え、今日ってプラスだと思って、で価値格じゃんと思って、そう、今日、あ、もう1万円もらえると思ってね、だから私も靴買ったんよ嘘でしょ、もう価値格じゃんって買ったんですよ私、もうすいません、あの自腹でお願いします。ちょっと収録中に買い物した人になっちゃったただただ買い物した人になっちゃった自腹でえ、ってことは、でも最終的に、最終的には、結果ですね、うん、9連単で終了と、いや、ちょっとね、いや、でもあるよ、いや、あるんですよ、だもんね、そう、35パー突入なんで、うん、だから10分の1ですねだから突入率 10% なんですけど、今回の私の打った台の、うん、口コミをちょっと覗いてみたんですよね、さっき口コミを覗いてみたんですうん、うん、したらなんと11連単とか、うんうんうん、まあ、そういう10連単以上は結構下には下がというか、あの、そうなんです、仲間がね、仲間がたくさんいると思って元気になりましたちょっとあの晴れやかになんか若干雨が上がったみたいな、健康な感じするけど雨土砂降りよ現実見て全然上がってないから土砂降ってるよ。でダメな時はこの動画の9連単思い出して思い出して、うん、あの、あ、
9連単までいかなかった人、5連単でへこんでる方は今回の私の動画を見てください。まだいるよと、まだいるよとで10連単以上した方はね、ちょっとね、ちょっとした仲間がいると思ってもそう、ね、ちょっとした仲間がいる、なんだったらその口コミどっかに書けば見てくれる可能性あるもんね。そうですね、なんでね皆さんよろしくお願いします。コメントにもちょっとね、自分我こそは一番の単発マンだみたいな、ね、方がいましたらお待ちして、お待ちしております。コメント待ってます。はい、ということで、まあ、テーマ感謝で、まあ、ご褒美会だったわけなんですけれどもちょっとご褒美もらえず本当に申し訳ないです、でしたね。はい、まあ、次回もやりますんで、やります、うん、次回もやります。次回もやってくれるそうです。あまりに不憫だと、いやちょっとかわいそうになっちゃいましたなのでそう、かわいそうになっちゃったんで ありがとうございます。次頑張りましょう。はい、ね、私からも感謝の気持ちを、出したいと思いますんで、次回はたくさん当てたいと思います。はい、ということで皆さん、夏美大先生の励ましのコメントよろしくお願いします。お願いしますまた次回お楽しみに、はい、楽しみに